風が吹くよ。あなたの未来をもっと素敵に快適に、ハッピーライフナビゲーション。皆様こんにちは、めぐみです。いかがお過ごしですか？早速ご紹介したいと思います。人儲けナビゲーター星野ゆかさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も可愛らしい笑顔でありがとうございます。釣られるんです笑顔が。そうですか。はい、はい、では、今回3回目のご登場ですよね。はい、人儲けナビゲーター。初めてお聞きの方はよっとする名前かもしれないので、ちょっとだけ最初におさらいしたいなと思うんですけども、はい、人儲けってどんな字を書くんですか？金儲けより人儲けというのは、お金の儲けですね。金儲けよりも人、はい、人を大事にする、人を儲け、人間ですね。そうですね、はい、っていうところをモットーに、2年間で3000人以上いろんな人たちに会って今があるというような、私が、できることをお話しすると。はい、はい、でも実際人のご縁でどんどん人生って切り開かれていきますものね。そうですよね、はいはい、実際にたった2年間で3000人の方とどんな風に会ったか、ご興味がある方は、はい、ぜひインターネット上で聞いていただくと、ね、ハッピーナビのハッピーライフナビゲーターのホームページ上で動画で見ていただくことができますので、はい、ぜひ聞いていただきたいですね。そうですね、聞いてください。はい、でそしてその2年間で3000人の方と会った結果、どんな風に人生が切り開いていったのか、少しお話ししていただけないかなって思ってます。はい、はい、その2年間で3000人ってよく言われるのが、はい、何を話すのと言われるところなんです。そうですよね、一見そんな感じがします。はい、で私は必ず出会った方に4つの質問をずっとしてきたんですね。はい、で1つ、そうですね、おさらいですね、はい、でそれは、まあ、今何をしているのって、まあ、何のお仕事を今されているのかというところと、はい、で今のお仕事の前職をどういうことをされてたのかなというところ、はい、で次には、その前職を辞めてなんで今の仕事をしようと思ったのかというところ、はい、ポイントですね。で私が一番聞きたかったことなんですが、4つ目が、はい、将来何がしたくて今その仕事を選んだんですか、うん、ということだったんです。結局この4つの中にすごい深いネタが含まれてるわけなんですよね。そうですね、もう何の本を読むよりも人から聞く、そういう生き字引っていうんですか、はい、そういう話は本当に勉強になりました。そうですよね、だから、まあ、仮に2時間お話ししたとしても、普通のおしゃべりの2時間とは全く密度の違う2時間がそこで繰り広げられるわけですよね。はい、そしてそういう深いお話を2000人の方とされてきた結果、はい、どんなことが起きたんですか？で、やはりそうやってたくさんの人たちに会ってくると、なかなかこうタイミングのいい人と、はい、タイミングの悪い人っていうのが出てきたんです。あ、そういうのがお話ししていく中で見えてくるんですか？例えばやはりこの2年間で3000人というのは紹介紹介でお会いしていくんですが、なかなかその紹介の人とこう会えるとか会えないとか、一度会ってすごくこの人素敵だな、また会いたいなと、また今度ランチ行きましょうよと言うんですが、なかなかお互いのスケジュールが合わなくって、それ気になってしまうご縁っていうのも実際にあったんですね。かと思えば不思議なくらいに調子があって、はい、ポンポンポンと短い期間にたくさん会える方っていうのもいらっしゃいますよね。そうなんです、はい、でも逆に会える方は会える方で嬉しいんですが、はい、逆にそのこうチャンスを逃してしまって会いたいのに会えないっていう人たちをもっと継続的につながれる、はい、何かそういう便利なものってないのかなみたいな。そっか、そこでソーシャルメディア、そうですね、をやるきっかけだったんです。はい、だから時代的にぴったんこだったんですよね。そうなんです、ちょうど私が探し求めてた、はい、そういう便利な道具って何かないのかなと思っていた時に、たまたまそれもある方に相談を2年3年前ですかね、したところ、だったらツイッターとかフェイスブックというソーシャルメディアというものをもっと活用すれば、もっともっと人の輪が広がるんじゃないのと、そう言われたんです。なるほど、今これお聞きになってらっしゃる方の中にもたくさんの方が登録されてはいらっしゃると思うんです。そうなんですね、そこそこ活用されてらっしゃる方もいらっしゃると思います。でもゆかさんはこれですごく飛躍的に大成長していくわけじゃないですか、はい、何が違ったんでしょうね。最初私ツイッターからやろうということで、はい、ツイッター始めたんですが、全然面白くなくって。そうなんですか。今もうフォロワーさんたくさんいるし、もう一つ言ったらいろんな情報が自分の手元にやってくるぐらい、本当にツイッターにあやかって生活してるんですが、でも本当に最初はツイッターで何が面白いんだろうと、
そうなんだ、そんな時代があったんですね。あったんです。だからもう最初は全然やり始めた時は面白くなくって、はい、2、3ヶ月ぐらいほったらかしにして、今からは想像がつかないんですが。そうなんですよ、うん、でその時に、まあ、2ヶ月ぐらいほったらかしにした時に、ある小さな交流会に行くきっかけがあって、でその時に、はい、まあ、ツイッターでよくわからないんだよね、何が面白いのと聞いてみたわけですか、うん、多分このラジオを聞いてくださってる方の中でも、うん、いや、ツイッターの良さってよくわからないという方いると思うんですが、はい、私も実際にそうですよね、はい、でも私も3年前は本当に自分がまさにそんな状態だったので、すごい気持ちがわかるんですね。でもその時に聞かれて、うん、はい、それがきっかけで変わるんですか。やろうと思いました。何だったんでしょうそれは。まあ、6年7年ぐらい前ってブログが始まった、まあ、そうですね、ずっとあったはあったんですが、でもだいぶこう注目浴びてあったりがその辺ですね。そうですね、はい、でやっぱりそのブログっていうのが出てきた時点で、はい、個人が発信する力っていうのが、まあ、その頃から徐々に出てはきてたと思うんですが、そのソーシャルメディアをやることによって、はい、一つ言ったもののに対していろんな人たちがそれをキャッチしてくれる、そういう個人発信力がもっともっとツイッターやフェイスブックを活用することで広がっていくんじゃないかなっていうのが、その3ヶ月後に、訪れたんですね。確かにブログよりも身軽ですよね。そうですね、特に携帯電話やスマートフォン、でも本当に歩きながら情報をキャッチして、さらにそれに返事ができるっていうのは、パソコンだけのブログとはだいぶ違いますよね。そうですね、はい、でやはりフェイスブックはフェイスブックで、こう普段付き合ってる人たちと継続的につながっていったりとか、はい、コミュニケーションから信頼関係が生まれて、ビジネスにつながっていくっていうパターンはよくあるんですが、はい、でもやっぱりそのフェイスブックというのは自分とその友達か、さらにその先ぐらいまでの友達で、確かに、まあ、出会うべくでして出会ったような人間関係が作れる世界なんですが、はい、ツイッターに関しては本当にもう何の接点もない人とふとしたきっかけでパッと出会うことができて、それが一生のパートナーであったり、人生の本当にビジネスパートナーになったり、親友になったりとか、本当にひょんな一言のきっかけで出会えるっていう、その楽しみが、なるほど、そこを実感できたことが強みなわけですね。そうですね、そうか、それでどん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 フォロワーが増えていって、ビジネスにもプライベートにも、そうですね、活用されていくわけですね。はい、そしてそれの集大成として、はい、今ここにあります。紹介してください。はい、6月27日に発売されます、ソーシャルメディアを仕事に生かす本、Facebook、Twitter をもっと使いこなす85のノウハウと。素晴らしい。はい、こちら先ほどちょっとめくらせていただいた、いただいたんですが、はい、ちょうど2ページで1つのテーマを語ってるんですよね。なんでもう85個で読み切れる、本当に私がペラペラっと読んだ中でも2時間ぐらいあれば本当に全部簡単に読んでしまえる。なるほど、でも分かりやすい、非常に、ね、身近な言葉で書かれてますので。そうですね、始められた方とか、あとまた今つまずいちゃってる方、そうですね、なんで、まあ、一応やってるけどこれ何に役立ってるのかなというような方から、本当にもうまだこれからちゃんとやっていこうかなという方まで、本当に幅広く理解して読んでいただけるんじゃないかなと思います。まあ、仕事に生かす本となってますが、これプライベートにもきっといろんな形でプラスをもたらしてくれますよね。そうですね、やっぱりソーシャルメディアというのは人が集まるメディアですので、はい、それこそ金儲けより人儲け、うん、うん、人のつながりですね。そうですね、人生を豊かにするのもビジネスに発展させるのも全ては人だと思うので、はい、やはりソーシャルメディア活用してほしいなと思います。わかりました、私もちょっと見直してみようかなと思いました。はい、これいつ発売ですか。6月27日、はい、全国の書店に、発売になりますので、皆さんぜひ応援してください。はい、手に取っていただけたらと思います。はい、はい、篠ゆかさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。またぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。ハピナビは IO データ機器、ウェブパイロットの提供でお届けいたしました。